だから、今なんじゃないですか。だから、結構、無理やりでも、要するに、ディスプレイコースでも HDMI でもいいんですけども、腰を切れてた。モバイルのやつと相性が良くない場合があってですね、はい、あの僕も 2,3 台使ってるんですけども、あれが原因でなんかスタンバイに入らなかったみたいなのがで、こっちにちゃんと釣りボタンを装備しているよと。これはディスプレイの明るさ調整で、これあれだ、マイクのマイクのミュートだね。で、ここで多分畳んだ時のコンパクトさ次第だから、そうするとマイクミュート中ということになるので、ここは分かんない。例えば金属じゃなくてもあのプラスチックのやつとか回らないんですよね。その時だけここがパカッとはめるようなやつが、ここ電源ボタンね。無理や。これに比べてそのまま持って飛行機乗るぐらいは今なんとかなるんで、これはいはい、どうでしょう。ああ、なるほど。はいはい、戻ってきましたよと、ね、という感じですね。あ、それでここが光学ドライブと、ね、分かりにくいけど15秒ぐらいだと、これシャッターついてるね。持ってて、これ怖いもんだから、カメラのシャッターがついてますね。トラブルがないみたいな。こうすると、あ、これでオープンだ、これでクローズということですね。キャリングケースみたいな意味ですね。例えば少しぐらい、もう今この厚さしかないんで、例えばこれぐらい、はい、製品の箱もこれはヒントシンクじゃない、これ通気口だ、それで USB の黄色いやつだから電源供給強化のやつですかね。これヘッドホンとコンボだね。テーブルです。裏っぽの中のそんなのってます。あ、ここにスイッチあるけど、多分これ本当にパコってここが外れるんだね、きっとね。社長さん、この前5台持ってった。そうですよ。5台持ってきました。何のポートこれ、このマークなんだっけな、思い出せん。で、こんな感じなんです。ランでしょ、優先ランでディスプレイポート、これ USB だね。 USB が4つあるセグメンティーロックと、でもこっちとこっちは、ね、両側は実は普通のパソコン。